フフホト白桃国際空港は中華人民共和国内モンゴル自治区フフホト市最幹区に位置する国際空港。中国国際航空が同空港を商店空港としている。フフホト白桃国際空港は中華人民共和国の内モンゴル自治区フフホト市に位置する。空港の名称の中の白桃は近くにある 中華人民共和国全国重点分物保護単位の万部、ゴン行等の白い塔が命名の由来になっている。フふほと白島国際空港は、フフほと市東側の 14.3km のところに位置し、1958年10月1日に完成した。1991年12月1日に国務院から空港として承認され、 1992年3月31日正式な対外開放された。この空港はかつて1986年、1996年、2007年の3度にわたり大規模な拡張が行われた。これまで日本への定期便はなかったが、2015年6月から春秋航空による名古屋中部国際空港線が運航されている。2005年5月、 同空港は大規模な拡張工事を進行し、2007年6月に完成。空港ターミナル地区に新たに、面積54,499平方メートルのターミナルビルが建設され、1年に出入りするのべ300万人の旅客の要求を満たすことができるようになった。香港航空、香港、フふホト線に就航エヴァー航空、6月から、 台北発着の中国本土3路線を解説へ、ありがとうございます。